携帯刑事、銭型シリーズ、携帯刑事銭型会、携帯刑事銭型会は、BSI にて2007年7月7日から2008年3月29日まで放送されたテレビドラマ、携帯刑事、銭型シリーズの第6作目。ファースト、セカンド、サードの全シリーズともに、全13話。主演は、大政彩。 ゼニガタ家の家系図形思想館を祖父に持つ IQ180 の女子高校生でゼニー型神なりの妹ゼニー型海が携帯電話を武器に難事件を解決する刑事ドラマ海の父親は4姉妹の父親の弟2007年7月21から29日赤坂レッドシアターにて舞台公演が行われ8月25日と9月1日8日 15日放送の番組の題材となった。また2007年11月24日には新宿シアターアプルにてゴルゴダの森文化祭が開催され、こちらも12月15日22日放送の番組の題材となった。2008年2月23、24日にはシリーズ最後の舞台公演が行われ、三月八日十五日十二日放送の 番組の題材となった。サードシリーズでは、松崎しげるする、松こと、松山新刑事が、携帯刑事、ザ・ムービー2以来の再登場にして新相棒となった。登場人物についての詳細は、携帯刑事、ゼニ型シリーズの登場人物を参照。日付は、BSTBS における、初回放送日。日付は、BSTBS における、初回放送日。 日付は BSTBS における初回放送日。ありがとうございます。